世界のね、いろんな場所をあの旅しながら活動している私ですが、本日は、ね、ロシアに行った時の話ちょっとしていきたいと思います。はい、えー、本日一緒にお相手していただきます白井愛子ちゃんです。はい、白井愛子です。シンガーソングライターをしています。日本、全国海外は増やまれなくともにイラクと台湾に。 で歌ってきたりしました。りししまよろしくお願いします。よろししくお願いします。永遠の22歳の私たちなんですけれども、<laughs> あれなんかもう出会って25年ぐらい経つ気もするっていう。生まれる前からですね。生まれる前からですね。ですね。で、えー、とこちらがですね、今日頑張って編集しました。あの、えーと こんな感じでこんな、あこんな感じで見れますかね。えっと、アンタレス国際映画祭っていうのに行ってきまして。進化している、そういった音を消しまして、はい、えー、ロシアのね、映画祭なんですけれども、あのー、審査員で行ってきましたね、えー。こちらはいつだっけ、6月の末とかですね。25から30日まで。 行ってきました、うん、でこういう感じで授賞式の模様とかでこれがあの私も授賞式にこういう形で、うん、モニターで出たりこれ共産ですねであのあ措ソチというところでこのソチでは、えー、オリンピックの あのオリンピックが行われていた場所ですね。でこちらのアレキサンダーさんが、えー、品質と安全者っていう会社があってすごい共産権っぽい会社なんだけど半分政府の出資で半分民間なんだけどあの大変大きな会社の社長さんですね。で彼がこの映画祭の費用を出してる。彼はあのえっと なんだっディカプリオのそっくりさん。あ<ー>でこんな感じの、あのーえー、宮殿みたいな場所でやってましたね。街中あげて何箇所もあるような感じでした。でこれが私が一緒にやった審査員たちです。でベラルーシとロシアの肩書き確認したらねすごい肩書きでしたね。 ここにありますけど、えっ、ー、と、肩書き確認したらロ、あの、ここだとか、ここだ、見えるかな。ロシア中央映画館代表の人でしたね。ずっと、えー、トリーエカテリーナとか言ってたから、私、肩書きあんまり見てなかったけど、映像編集するので、みんなどういう人だったんだっけとか言って調べたら、結構すごい人でしたね。国立中央 映画館代表の方、エカテリーナさんと、あとベラルーシから、えー、エレーナトゥーロー・トゥーロバさんと、あと私が日本代表ということで行ってきました。で、映画祭、こんな感じでね、すごい華やかですね。このね、巨大モニターをね、使いながらのショーとかもやってて、映画館もね、スクリーンに映写じゃなくて、 すっごいいドットの細かいモニターでやってんですよで私これ、えー、あの日本も早くお金をね作ってその状況を作らないといけないなと思ってますね。でこれはプーチン再選後の最初の国際イベントっていう形で私日本代表で他にもハリウッドのねフィルムプロデューサーのロバート・サレムとか、えー、あのフランスから。 ピエール・ダレー・ダエルさんとか、えーと、あとあの、エレナがこのベラルーシとか、あとセルビアからとか、あのアゼルバイジャンから、えー、アルメニアから、29カ国から、えー、ゲストが集まる映画祭でしたね。こんな感じです。で、こう、レッドカーペットがあって、私、自分のレッドカーペット歩く動画、 撮るの忘れちゃったんですよ <laughs> バカじゃない <laughs>、うん、まあいいかという感じで、えー、っとこんな感じですで。すごい人も集まってましたね。彼、うん、はユーリーっていうあのロシアソ連時代の大スターたちも集まってました。でこれがあの私が審査した、えー、ドキュメンタリー部門の審査員だったんだけど「ボランティア」っていう作品でしたね。あの国家のために えー、戦う、えー、障害者を抱えているんだけれどもあのおとこの方はお父さんで障害者を抱えて国から保護をもらっていてで,でもそれだけだと申し訳ないんで自分も社会に還元したいと思ってるっていうそういったあのストーリーでしたでもちょっと気になったのはなんか徴兵を今ロシアやってるからあの その国に対して働くことって素晴らしいみたいなのをやんわりおすすめされてるような感じだなということでまあよくできた映画ではあったんだけど審査員として最後私ディスカッションしてこの映画をグランプリにするのはちょっとやめてあの、うん、グランプリは、えー、カザフスタンの映画になりました「アリリンの妖精」っていう自然のドキュメンタリーの方で。 監督さんすごい若い女性の監督さんですねアジュール・ウマラ・リベアさんすごい、えー、最初の映画っていうことでしたね審査員をやってきましたこのソチっていうところがあのー、実は安倍さんの故郷の山口県長門市と姉妹提携結んでるところで私の通訳で入ってくれたオルガさんがこの姉妹都市を 作る時の、えー、新、えー、通訳もされていて日本とのあの交流をまた復活させたいっておっしゃってましたねでちなみにオルガとすごい仲良くなってグラビア撮影なども2人でやってましたね <laughs> <laughs> とても楽しかったですそっちはこちらねあのー、まとめましたけどそっちはですねプーチンさんが 船持ってるんですよロシア最大の避暑地リゾート地でこれがプーチンさんの船ですね。で彼はあのモスクワの映画学校の先生のギゲナさんゲナ・レナって覚えてねって言ってたんだけどゲナさんですね。で富裕層の,あのリゾート地という形です。で これがソチのファッションブランドのショップで、基本今ロシアに西洋のブランドがないんですよ。でも、ソチのリゾートのマリンパークにはロレックスとかありまして、うん、でこれは非常に珍しくて、モスクワの中だと今見られないんですよね。で、うん、ここ DKNY とかも入ってました。で、ご存知の通り、 あの2年前からロシア戦争をしてるもんで,でここですねしてるもんで、えー、今ロシアとここうフライトがつながってる国っていうのはですねここだけなんですよ直行便がある国日本もないしアメリカもないしーヨーロッパも直行便通ってませんで国交がある国交というか直行便がある国は アジェルバイジャン、エジプト、イスラエル、アルメニア、アフガニスタン、バーレーン、ベラルーシとかですね。だから私はあの直行便がないので、中国経由で行きましたが、すごく西洋の、えー、企業が撤退している状況です。で、面白かったのが、撤退はするんだけど、着火死してて、スターバックスみたいなやつ。<laughs> <laughs> <laughs> こんな感じでよく似た他の店舗になって、うん、ロシアがこのお店をそのーコーヒーメーカーとかさこのお店ごと当時いきなり戦争始まっていきなり撤退だから全部残してってるんですよね。でそういう財産を引き継いで、うん、スターバックスみたいなやつをやってるんですよ。スターコーヒーコヒ 味はなんか似てましたけどね。<laughs> ちょっと高いんだけどね、普通のカフェより。あと、マックみたいなやつとか。きましたい、ね、でもこれで高かった。1300円ぐらいなのか、1200円ぐらいして、飲み物1個でだよ。飲み物1個。うん、1> なんか頼んだかな。うん、これがマックみたいなやつ。マックドットバイっていうのがマックみたいなやつで。 でマックみたいなやつは私モスクワで見つけられなくて食べれなかったんだけどケンタッキーフライドチキンとかあります。あとこれが GU みたいなやつ。えー、<laughs> みたいなやつがいっぱいある。みたいなやつがいっぱいあって意識しないとこれロシアの企業って感じしないから内側にいるとあの生活が変わった感がそんなにないって感じなんですよね。GU みたいなやつ。 光熱費に関してなんだけど日本のパーセンテージは調べられてないんですけどヨーロッパ各国回るとすっごい上がってるんですよね。で日本も上がってると。でもロシアは地域政府に光熱費値上げの際の補助を行うっていうことをこう去年もルールで決めてそんなに上がってるって話を聞かないんですよね。で数字で調べたんだけど出てこなくて。で 代わりに出てきたのがこの地域政府の補助を出したっていう新聞記事だったんであんまりその市民生活ですごく苦しくなってるということの証拠がつかめなかったんですよね、まあ、実際にはオルガが言うにはインフレがあってハイパーインフレがあって生活大変だけどとか言ってたけど庶民レベルでも,もうスーパーでもそんなに値段は高いって感じではないという感じでしたね。 で、むしろ、あの、映画祭の、あの、見てると、えっ、ー、と、使ってる機材とか、昔に比べて良くなってて、こう、豊かな感じしましたね。これは、アンタレスと PR ムービーなんだけど、こうやって、こう、技術も、昔に比べて高まってて、あの、友好国との、 映画にはロシア政府がどんどんんんお金を出しているみたいなんですよ私日本は非友好国なんで、うん、あのお金出してもくれなかったんで結局日本の皆さんと一緒に4,000万円をなんとか捻出して作ったわけだけどこの例えばイランとか友、えー、好国の映画にはお金を出していてで映画学校をやってるゲナが言うには 機材も良くなっっっててててて仕事自体は戻って増えてきたたいう話をしてましまね。で、あと面白いのが、あこれが今撮っている都市三の刀ですね。これがあマキシム・コロソフで、えー、私のロシアのパートナーですね。で、こんな時に撤退せず映画を撮り続けて、ちゃんと支払いも最後までやったということで、私は旧ソ連圏から絶大な信頼ができましたね。 そういうわけで審査員をさせていただいてるんだけど、あの今後いろんな旧ソ連圏やその友好国との交流のイベントも呼ばれてる状態です。